はい、ゾうパートナーズの森です。今回もお話をしていくんですけれども、今回のお話ね、そんなにね、えー、重要なお話ではないんですが、まあ一応ね、えー、お話しておこうかなという感じです。えっ、ー、とね、私の会社ね、2016年からね、個人事業主でスタートしてね、 えー、2018年ぐらいね、概要欄の方にね、書いてありましたね。あれでね、まあ法人なりしてですね、えっ、ー、と、まあ、合計でですね、今ね、8年目があ6月末で終わるという風なね、感じなんですよ。で、9年目というなうな感じになりますね。で、えー、そんなね、9年目、9期目からね、えー、役員がね、1人増えるという風なね、感じになりますね。でね、えっ、ー、と、私ね、恥ずかしながらね、 会社を初めてやってますんでね、役員を増やすっていうのはもうよくわからなくてね、やり方がね、だからまあ聞いて、えー、役員にしていくというふうなね、感じになります。だからまあ経営陣としてね、私以外にね、会社をこうね、こうね、うねう回していくよみたいなね、感じの人がね、一応一人増えるというふうなね、感じです。で、まあだからなんだってね、お話なんですけれども、やっぱりね、えっ、ー、とこの YouTube の発信活動をしていってね、 だんだんこう売り上げがね、こうガーッとね、上がってきてるんですよ。で、今季ね、えっ、ー、と、売上高としては、まあ目標1億円っていうところを立てていたんですけれども、まあ達成することはできないんじゃないかなっていうところでね、えー、もう着地していくんじゃないかなと思います。でね、えっ、ー、とまあ翌年もね、売上高、まあ2億の目標を立てらんないなっていうところまでね、来ちゃってるんでね、えー、1億多分5000から6000の間ぐらいで、 え、ね、目標を立ててくるっていうようなね、感じになるんじゃないかなっていうふうに、えー、今ね、なってます。で、まあ7月なんでね、まあもうね、今忙しくてね、大変なんですよ。で、私だけじゃね、えー、うまくね、この会社を回せないっていうのにね、ようやく気がついてね、えー、だから入れていくっていうふうなね、感じですね。でね、えー、それ相応のですね、給料もね、えー、そろそろ払えるというところまでね、 きましたんでねまあ、ようやくう、そんな感じでね、やるという風なね、感じです。まあ、大体ね、普通というか、まあ、多くの会社はね、そ,そんな風にして、こう、役員をね、えっ、ー、と、他からこう、引っ張ってきてね、入れましたよっていう会社の方が少ないんじゃないかなっていう風にね、えー、まあ、体感としてね、私は思ってます。どうですかね、ちょっとわからないんですけれども、まあ、他のね、えー、植木屋さんとか、庭師さんとかね、YouTuber さんがやってないようなことをね、どん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 私もやっていこうかなと思ってますんでね、 まあそういったところもね、一応ね、お話として出していこうかなと思ってます。で、まあそのね、その役員のね、方がですね、この YouTube のチャンネルに登場するかどうかっていうとね、ちょっとまた別なんですけれどもね、まあただね、やっぱり、そう、いろんなことをね、考えてね、どん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 こう、なんていうんですか、会社を良くしていってね、社会を良くしていこうみたいな風に考える人がね、どん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 増えていった方がやっぱりいいんでね、その役員をね、 え、入れていくと。で、最終的にはね、たくさんね、何人かいた方がいいなっていうふうに思ってますんで、特にね、あの、昔はですね、あの、法律がね、違ってですね、株式会社っていうのをね、あの、立ち上げるときにですね、資本金の基準もね、1000万円ないといけないよ。 役員もね、3人いないといけないよっていうのがね、あったそうなんですよ。でもう私がね、えー、この会社を立ち上げた時にはもうそんなの全部なくなっちゃってね、資本金ももう1円からでもいいし、役員は自分だけ。まあ私ね、そんな感じなんでね、自分だけでね、資本金も1000万もないですからね。だからまあそんな風なところでね、えー、法人なりしたんですけれども、まあ、昔に比べるとね、やっぱりその、なんかね、その会社、 多くないよねみたいな。個人事業主の延長線上にしかまだいないよねっていう状態にしか、あ今、現在としてはですね、えー、恥ずかしながらね、私がやってる会社はそこのところまでしかまだ来ていないというところなんですよ。まあ、いわゆる昔で言うと有限会社の状態と、未だね。まあ、そのぐらいのレベルというお話です。まあ、有限会社がいいか悪いかっていうところを抜きにしてですね、やはり個人事業主があって、有限会社があって、その上にね、株式会社っていうものがあると。 いうふうになっていたのが、有限会社っていうのはもうそもそも作れなくなっちゃって、でね、作れるのがそういうふうに資本金は少なくてもいいし、役員は一人で大丈夫ですよ。でね、会社が起こせますっていう状態になってますんでね。ただね、やはり、ね、しっかりね、会社をこう運営していくっていうのはね、昔ね、そのあったあ、ね、役員は3人だし、で、資本金も1000万円まで積まないと株式会社にできませんでしたよっていうところを、やはりね、えー、こう目指してというかね、まずはね、1個目のこの、 なんていうんですかマイルストーンって言うんですかなんかそのね、えー、1個目クリアしなきゃいけないポイントとしてね、私としては捉えてますんで。まあそれでね。 えー、一人、えー、役員が入ってくれるっていうところでね、えー、次はね、もう一人入れて、ようやくその当時の、ね、株式会社を設立するための基準っていうのは、クリアすることができるんだなっていうのの通過点としてね、えー、やっていきたいなって思ってます。ちなみにね、えー、その入る方はですね、まあ私とね、えー、同じ年齢のね、30ね、えー、あの人は、私、何歳ですよね、今ね、今何歳ですか、私。38です、39になりますね。でね、 えー、小学校の時の同級生なんですけれどもね、えー、その小学校の時の同級生の中でですね、えー、群を抜いて一番頭が良かったやつが、あ <laughs> やつね。友人なんでね、小学校の時はね、えー、群を抜いて一番、もうね、一番です。クラスで一番頭良かった。学年で一番頭良かったっていうのがあ、うちの会社に入ってくれるという風なね、感じです。まあ、某ね、えー、有名なね、 えーまあ、東京で言うとね、このぐらいの指の中に入りそうな大学を出身でですね。で、まあ、東大がありますよね。で、まあ、あと、まあ、大体ね、えー、なんかそんな感じの大学を卒業して、えー、ね、えー、と、連絡する手段、皆さんどういう感じで連絡しますかね。あの、緑のアイコンですかね。あれのね、えー、本社で勤務してみたりとか、あとはですね、なんて言ってたかな。ちょっとなんかね、えー、何個かやってるみたいなこと言ってたんでね、なんかこうね。 いろんな会社は点々、点々とってたらあれなんですけれどもね。<laughs> まあそのぐらいでね、えー、彼の話は終わりにしてですね。まあ私の会社はね、もっともっと先をね、えー、こう目指していってですね、こんなね、感じのこの、なんですかね、えーと、自分でね、撮影してね、発信できるっていう YouTube っていうのがね、えー、あるんでね、どん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 ね、この私の会社の、ね、リアルなね、えー、この、 成長の様っていうのもね、見ていただきたいなと思ってますんでね。だからまあ今回のね、こういう感じのお話でですね、他のね、植木屋さん、庭師さんの YouTuber さんじゃ見れないね、なんと役員が増えたっていうね、あのお話も見れるのは私のチャンネルだけというふうにね、なってますんでね。ちなみにね、来年の目標ね、まだちょっと、おね、あの相談というかね、まあ決めかねてるっていう状態なんですけど、多分ね、1億5千、 まあ1億6千ぐらいの目標になってくるんじゃないかなと思います。っていうのも、も今年のですね、えー、その目標1億に対してですね、えー、進捗というかね、どのくらいまでいったのかっていうので、7千から8千の間ぐらいで大体ね、えー、6月末が来るんじゃないかなって思ってます。そうするとね、えー、およそ200%っていうところを目指すとですね、1億4千、一1億5千、一1億6千っていうところになってくるのかなと思いますんでね。まあそんな感じでですね、えー、やっていくというふうにね、なりますんでね。 まあ、今回はね、えー、誰が得するんだろうかっていうお話になりますんでね。はい。今回のお話になります。まあ、実際入るのね、多分7月か8月かぐらいのところのタイミングって言ってましたんでね。まあ、調整してね、やっていこうかなというふうなね、感じになっております。ということでですね、本日はね、そんな感じのお話をしております。チャンネル登録もいいですよという方いらっしゃいました。ぜひともチャンネル登録のもよろしくお願いいたします。ということで、本日も最後までご視聴いただきまして、ありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。